三上しおり、三上しおり、三上,上しおり、本名同じ。1989年1月6日隊は、日本の女性声優である。青鬼プロダクション所属。青森県出身。身長160センチメートル。血液型は、大型。東京アナウンス学院放送声優化卒業。1989年1月6日、青森県生まれ。 この誕生日は平成開元2日前の昭和64年である。ただし、学年上は昭和63年生まれと同学年であり、昭和63年度の次は平成元年度となる。中学ではソフトテニス部、高校では坂道部に所属。高校では放送委員の委員長を経験。2007年に上京し、東京アナウンス学院に入学。 同年11月には、文化放送長、A&G、ともかず、美希のラジオビッグバン第7期、BGP として、ラジオ初レギュラー。2008年、第2回声優アワード新人発掘オーディションで7社からのオファーを獲得し、在学中のまま青にプロダクションに所属。2009年、東京アナウンス学院放送声優化卒業。2011年、 ゆるゆりシリーズの赤沢り役に抜擢、同アニメに出演する、メイン声優4人で、声優ユニット、七森中古楽部を結成。オリコン週間6位、サードシングル、イエス。ゆゆゆゆるゆりをはじめ好調なセールスを記録する。2012年、第6回声優アワードで、新人女優賞を受賞。2014年、ウェブラジオ番組、A& G-NEXT GENERATION r e d y GO の出演者5人で声優ユニットレディ・ドット・レディを結成リーダーを担当愛称、ミカシーはセガのプロデューサーが名付け親であるといいゆるゆりのサウンドトラックでミカシーの名を冠する楽曲が存在するなど浸透しているミカシーが浸透する前は主にシオリンと呼ばれており事務所の先輩でもあるカンダー・ケミ 音儀八で共演したメンバーなどが用いている。主な特技に幼少から習っていたピアノがあり、ゆるゆるのライブイベントにおいて、約5000人の観客の前で、ソロの弾き語りを披露したことがある。他の特技には、中学の部活で行っていたソフトテニスなど、保有資格は普通運転免許、マニュアル、漢字検定2級、ソロ版1級、暗算1級、 出身地にちなみ、津軽弁を得意とする。普段は、標準語だが、ラジオやイベントでたびたび、津軽弁を披露することがある。また、テレビアニメ、手探れ、部活物スピンオフプルプルン、シャルムとユーでは、津軽弁のキャラクターを演じ、主題歌にも津軽弁の愛の手を入れるなど、作品内で披露する機会もある。好きな食べ物には焼肉をあげ、2014年だけで、 少なくとも45回以上行ったという。甘いもの、特にチョコレート、パフェも好きである。飲酒も好きで、梅酒、白ワイン、日本酒を好んでたしなむ。好きな生き物は猫。過去に飼ったことはないため猫雑誌や猫カフェに行くなどして接しているが、将来的には猫と一緒に暮らすのが夢と語っている。嫌いな生き物には店頭虫をあげ、 生きている生物の中で一番苦手と告白している。長所はマイペース、短所はマイペースすぎる。ザウの名は私らしくいこう、なるようになるさ。声優を志すきっかけとなったアニメに祖母の家で鑑賞したセイバーマリオネット J を挙げている。また、ポポロクロイスを見ていたという。ほとんどテレビゲームのプレイ経験はないというが、プレイしたことのあるゲームに、 ポポロクロイス物語、ぷよぷよ、新切、夢みかん扉の奥に誰かが、を挙げている。一方、自身が声優として参加している、ソーシャルゲームなどをプレイすることがある。実家は、自動車整備工場である。同工場を経営している父は、ダートトライアル選手でもあり、兄も競技に出場することがある。本人も自動車趣味があり、DVD、声優夢日記では、 BMW Z4 に乗車し、自身の運転で、東京湾アクアライン海ホタルパーキングエリアから、首都高速湾岸線を追いパーキングエリアまで走行している。東欧日報の夕刊一面で本人が特集されたことがある。これがきっかけで、青森県内のイベントや NHK、青森放送局のラジオ番組など地元でのイベント出演が増えているという。 2017年10月8日朝、イベントのために訪れていた青森市内で偶然猿を目撃し、その様子をスマートフォンで撮影。撮影した映像は、青森朝日放送に提供され、同日夕方のテレビ朝日系報道番組、スーパー J チャンネルで本人のインタビューと共に放送された。ゆるゆりで共演する、七森中五楽部のメンバー、大坪ゆか、津田みなみ、 オークボルミア、A&GNEXT GENERATION REDY GO のパーソナリティ。上坂すみれ、小松美歌氏、オークボルミ、高森夏美とは、イベントや、ネットメディアを通じて露出する機会が多い。同じ事務所の同期である、佐々木愛、東堂舞、斎藤由加、丸山美佐み、西村麻や、また、先輩の佐藤さとみなどと親しい。特に佐藤は、三上と同じく、 東京アナウンス学院卒業であり、前述のラジオビッグバンの BGP 出身者でもある。また、DVD 発売イベントや動画など共演も多い。他に、小野エレナや、ユカフィン、ドール、アフィリアサーが、水木キリカとの交流も見られる。ふとじはメインキャラクター、ふとじは放送中は、はインターネット配信。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。